グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。横浜市は諌まって雑草対策増援工事石張動画施工例。あ、素晴らしい、大きいお家ですね。お庭も広くて素敵ですね。はい、ところがまあ、すごくこの一見綺麗に見えるお庭が、はい、まあ、問題がいっぱいありまして、うん、今まあ石をパンパン割っている動画が出てると思うんですけれども、はい、この石を張っているのはなぜかというと、もともとここの場所にウッドチップって言ったの木の皮を粉々にしたものを置いてあったんですね、はい、で、まあ、草がどんどん生えてくるのと、うん、ゴーストシートを敷いてウッドチップを張ってあったんですけど、置いてあったんですけれども、そのつなぎ目から草が生えてくるのと、はい、あとここにヘビちゃんがですね、うん、茂みがあって、ね、出てきたり、うん、いなくなったりというようなことを繰り返してたので、はい、ここをもう石張りにして草も蛇も出ないようなそういうお庭にしようというのが今回の狙いなんです。そうなんですね、全部石張りにしたんですね。はい、で石がこうやってパッとこうまくはめ込まれて、はい、ぴったりの大きさに石を割る技術がうちにあります、うん、綺麗に出来上がりましたね。はい、ちょっと影があって見にくいんですが無事張り終わりました。グリーンパトロール社長の刈谷です。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。